大丸札幌店が初めて開催したあんこパラダイス、略してあんパラ。おいしい。全国14店舗のあんこスイーツが集まりました。あんこ好きにはたまらないあんこスイーツの世界にようこそ。伝統的なあんこ菓子から今話題の新商品まで、まさにあんこ好きにはたまらないあんこパラダイスな空間が広がっています。大丸札幌店で始まったあんこパラダイス、あんパンや羊羹といった定番から、あんこのソフトクリーム、そして砂糖を使わずドライフルーツの甘さで作った大福も。程よいこう酸味があって、新しいあんこの味ですね。全国14店舗からおよそ50種類が集まりました。なんか今ダイエット中なんでちょっと誘惑に負けそうですけど、私がまず目についたのが今話題のあのスイーツ。これはマリトッツォの中にあんこが入ってるってことですか？はい、そうです、あのトカチの小豆のあんこを入れてます。はい、札幌中央区のイタリアンレストランラ・ジョストラのあんこを使ったマリトッツォ、このイベントだけの限定商品です。そしてアンパラで最も人気を集めていたのが、いちじくとかみかんとかフルーツ大福を、はい、目当てに来ました。愛知県から出店した弁財天です。いちごやキウイなどが丸ごと入ったフルーツ大福が大人気で、開店から1時間はネットで予約した人しか購入できないようにしました。もう断面も美しいですね。ではこの中からいちごをいただきます。わっ、おいしい。このいちごのみずみずしさと酸味、そこにこの白あんの上品な甘さが加わって、すっごく贅沢な味わいです。あんこパラダイス、略してあんパラは今月28日まで開かれています。